ナミさん、ステーキング報酬入ったみたいですよね。135の報酬が入ったということは、これ 135A だですから、190円と単純計算しますとね、これ2万5000円ぐらいの報酬がナミさんの口座に入りましたよってことなんですよ。ただ A だで付与されてますので、このまま A だを引き出して BTC に変えたりとか、イーサリアムに変えて日本円にするっていうルートもありますけども、このまま何もしなければ、この増えた135が複利の法則で、もともとあった A だに、1万 A だに組み込まれて、今度はね、1万飛んで 135A だでステーキング報酬に反映されるってことになりますので、雪だるま式にどんどん増えていくようになります。そしてこの増えた A だってのが、ナミさんの資産を増やすだけではなくって、このカルダノっていうね、プラットフォーム自体を透明性強く強固にするものになっていくんですよ。ですので、ステーキング報酬を受け取るっていうのは、このカルダノワールドにね、ものすごく貢献してますよっていう話なんですよ。素晴らしくないですか、これは。で、カルダノの向かう先っていうのは、どちらかというと富裕層宛てではなくてね、30億人のお財布もないし、身分証明も持たないような、そういった、まあ、いわゆる貧困に対して訴えかけていくんですよね。そういった方をどうにか経済の中央に引き上げていきたいという思いが、多分チャールズ・ウィキノさんの中にあって、このエイダを生み出したんじゃないかなと思います。ですんでね、このカルダノプロジェクトっていうのは、アフリカを中心に展開されていくような感じですよね。その最初のスタートバックとして、日本でプレセールが行われたっていうのは、非常に意味深いものがあると思います。アフリカといえばね、昔は、フランスとかイギリスとかポルトガルとか、そしてアメリカとかが支配して分断しましたよね。その後、今中国資本がアフリカに投資をしてます。でも、これから100年、1000年、どんな国家、どんな通貨がこのアフリカに恩恵をもたらすかというと、カルダノじゃないかなと思いますよね。カルダノというものがアフリカにしっかりと染み渡ることによって、その多くの方の生活や経済を支えていく、そんなプラットフォームになるんじゃないかなと思いますよね。いや、この壮大な地球を救う、人類を変えるプログラムに、このステーキングという形で、ね、参加できて、私も本当に嬉しいなと思います。まあ、私の解釈はいささか度が過ぎてるかもしれませんけども、そのぐらいの気持ちで私はね、カルダノに惚れ込んでるわけなんですよ。 T シャツを着るほどですよね。じゃあ、ナミさん、これからもレポートよろしくお願いします。ワクワクですね。